ザメン野球の YouTuber、 あどうでもそんなええけどええけど、あポケドーの検証シリーズ。読売ジャイアンツ呪術廻戦とマジでコラボしたらホークスの領域展開破れる説を検証。呪術廻戦コミックス累計発行部数が3600万部を突破した週刊少年ジャンプで連載中の大人気漫画である。現在テレビアニメも放送中であり、その勢いはプロ野球界にまで波及。先日アニメでは呪術甲子園という野球界が放送されたが、それと同じタイミングで読売ジャイアンツが呪術廻戦とのコラボを発表。3月19日のオープン戦では主人公虎杖悠仁役を務める声優の榎木淳也が場内アナウンスを担当するといった企画も取り行われた。選手の中でもハマっているものが多い呪術廻戦だが、ではもし実際に彼ら呪術師たちが巨人に入団すれば、これまで日本シリーズ8連敗中の福岡ソフトバンクホークスの領域展開を破り、日本一になることができるのではないだろうか。というわけで今回もパワープロ2020を使って検証。まずは虎杖ら12人の呪術高専生を作成。これを巨人へと入団させ打線を形成。野手は上記の10名しか使用できない縛りを敷き、投手陣とコラボしながら1年間を戦ってもらう。また監督は最強の呪術師こと五条悟にお願いし、チームを率いてもらうことに。それではまずは開幕戦、横浜 DeNA ベイスターズとの戦いをご覧いただこう。開幕戦のマウンドに上がったのは天与呪縛という特性を持つ善意牧。初回先頭の神里にいきなりヒットを許してしまうが、キャッチャー虎杖が神里の盗塁を阻止。さすが砲丸投げで30メートルを記録した男である。3回ワンアウトから1番釘崎がレフト前ヒットで出塁すると、ツーアウトとなりパンダもセンター前ヒット、さらに東堂もヒットを放ち、ツーアウト満塁のチャンス。そしてバッターはここで主役虎杖悠仁。浜口の2球目をセンター前と弾き返し、主役の一打で鮮やかな先制に成功。さらに5回先頭伏黒がヒットで出塁し、ツーアウト三塁で再び虎杖、 50m3秒の快速を飛ばしタイムリー内野安打を放つと、ツーアウト三塁とし、三輪霞の抜刀術が決まって1点を追加に成功。善意牧はその後も力投を続け、8回終了時まで DeNA 打線をわずか3安打に封じるピッチング。そして9回もマウンドに上がり、倉本、高井を打ち取りツーアウトとし、最後は神里を高く打ち上がるキャッチャーフライに片付けゲームセット。投打が噛み合い呪術高専生を擁するジャイアンツは開幕戦で白星を飾った。そんなわけで善意牧の完封勝利で快勝スタートを切った呪術ジャイアンツ。それではレギュラーシーズン終了までスキップしてどんな成績を残したのか見てみよう。果たしてめちゃくちゃ強かった。なんと110勝30敗2分け勝率7割8分6厘という成績を残し、セリーグの他球団を圧倒することに成功。それでは高専生たちの成績を見ていこう。まずは主人公虎杖悠仁、打率3割1分5厘、35本、125打点、31盗塁という成績を残し、驚異の身体能力を生かしてトリプルスリーの達成に成功。続いて虎杖の同級生伏黒恵、打率3割4分7厘と高い打率を残し、2桁本塁打に20盗塁も決めてみせた。ちなみに守備力が高いのは式神上を呼べるからです。同じく虎杖の同級生釘崎野原は、打率2割8分22本78打点という成績。東北のマー君の異名を持つ彼女も安定した活躍を見せた。お次は2年生パンダは、打率2割5分1厘ながらも30本101打点と
モリダモードで長打力の発揮に成功。ウニュマキも3割超えの打率を記録し、47盗塁と自慢の脚力を生かすことに成功。射形。続いて京都校、宮霞は打率2割5分も108打点と打点を荒稼ぎ、全然役立たずではない。野球のルールを知らない西宮桃も打撃面ではあまり活躍はできなかったが、空を飛ぶことができるため外野守備で貢献。そして東堂葵は打率3割3分9厘で47本143打点という成績を残し、チームのムードを壊しながらも自身は素晴らしい活躍を見せていた。一方投手では全員牧が防御率 1.38、 22勝2敗という沢村賞当確の成績を残しており、打撃でも2割7分5厘3本8打点と貢献。またピッチングマシーンではなくメカ丸も防御率 0.75 で43セーブを挙げており、守護神として大活躍。ちなみに全員の前久保則俊の2人はあまり目立った活躍はできていませんでした。個人タイトルを見てみると、首位打者最多安打を伏黒、本塁打王、打点王、最高出塁率を東堂、盗塁王を犬巻が獲得し、投手でも全員巻が最多勝、勝率1位、最優秀防御率の投手三冠を受賞するなど、技術士たちがセ・リーグの領域展開に成功していた。さて本題はここからである。 CS も無事突破に成功したジャイアンツだが、今回の目標は日本シリーズでホークスを倒すこと。セ・リーグを圧倒的な強さで制した呪術ジャイアンツは果たしてどんな戦いを見せてくれるのか。第1戦序盤からリードに成功するも、9回に守護神メカ丸が大乱調、逆転を許し初戦を落としてしまう。第2戦は2回に東堂、三輪、釘崎の打者3人が本塁打を放ち一挙5得点。先発菅野も好投し、これで1勝1敗のタイに。福岡に移動しての第3戦はソフトバンクが7回に一挙6点を奪い大逆転勝利、またもやホークスが一歩リードに成功。だが第4戦は板取のツーランとタイムリーで奪ったリードを守り抜き、再び2勝2敗のタイに持ち込む。しかし第5戦、先発今村が序盤に捕まるなど投手陣が大量失点、これでホークスが日本一に王手。それでも東京ドームに移動しての第6戦、菅野が再び好投を見せ勝利、これで両チームが王手をかけ、シリーズはついに第7戦へ。勝った方が日本一となるこの一戦、巨人は呪術師の力で日本一となり、ホークスの呪いを払うことができるのか。試合が動いたのは3回、8番秋原がセンター前ヒットを放つと、千賀がバントを決めて2アウト2塁に。すると上林が全員牧の特急ジグ雄雲を打ち返し、フェンスに直撃する先制タイムリーツーベース。4回にもホークスは満塁のチャンスを作り、木原がヒット前へタイムリーを放って2点目を奪うことに成功。それでも5回、巨人は先頭板取がヒット、宮が四球を選び、2アウト2、3塁で全員巻き、ライト前タイムリーで自らを援護する。だが6回にはベテラン松田がこの一発、坪受報が炸裂し、再びリードを2点差に開く。しかし巨人もその裏に3番パンダが千賀のストレートをレフトスタンドへ、モリダモードを使って再度1点差に詰め寄ることに成功。7回、巨人は再び宮ちゃんが二塁打を放ち、代打鴨もヒットを放って2アウト1・3塁のチャンス。だが釘崎はヒットフライに倒れ、同点のチャンスで得点。すると3番手中川が開拓やタイムリーを許してしまい、大きな追加点を奪われてしまう。そして迎えた最終回、先頭入間木は見逃し三振、
続く宮もセンターフライ、最後は西宮がセカンドフライに倒れゲームセット。呪術師の力をもってしてもソフトバンクの領域展開は揺れませんでした。というわけでホークスは彼らでは手に負えないレベルの呪霊ということが分かりました。スークランの器の暗殺に燃えるおじいちゃん76、しつけた呪霊をフィールドへ、それが肝心を忍ぶ。